神聖ローマ皇帝、神聖ローマ皇帝、神聖ローマ皇帝は神聖ローマ帝国の君主である。実際には単に皇帝、あるいはローマ人の皇帝と称していた。神聖ローマ皇帝とは古代ローマ皇帝や東ローマ皇帝と区別するための歴史学的、用語である。カール大帝以降を指す場合と夫を一世以降に限る場合がある。理念的には、 中世西ヨーロッパにおける世俗の最高支配者とされ、カトリック世界において普遍的な世俗支配権を主張した。特にドイツとイタリアで国宝上最も重要な位置を占め、指導的役割を担った。ドイツ皇帝と通称される場合もあり、これは近世以降の国号にドイツ国民の学はあったことによる。中世西欧におけるローマ皇帝権は、 800年のカール大帝の大官により西ヨーロッパにおける派遣的君主権として成立し、キリスト教と密接に結びついた。また、イタリア王権を前提とするものでもあった。962年のオットー大帝の大官以降、ローマ皇帝権は東フランク王権、現在のドイツに対する王権とも不可分なものとなり、ローマ皇帝は中世を通じて、 ヨーロッパの世俗主廃権の頂点に君臨した。特に、夫を大帝以後13世紀のシュタウヘン長断絶に至るまでの、いわゆる三王朝時代は、皇帝権は教皇権と共にヨーロッパのキリスト教世界の権威と権力を二分していた。ただし、神聖ローマ皇帝という称号が実際に用いられたわけではない。実際に用いられた称号には様々なものがあった。 例えば、カール大帝の称号は、子孫なる尊厳者、神により、体感されし、偉大にして平和的な、ローマ帝国を統治する皇帝であり、近世以降定着した公式称号は、神の恩寵による、ローマ皇帝、永遠なる尊厳者となり、いずれも、神聖という言葉がついていない。また、中世においては、ローマで教皇に体感されるまでは皇帝を名乗ることが、できず、 大観前の帝国君主はローマ王を称した。シュタウフェン朝の断絶以後、ハプスブルク家のルドルフ一世紀の即位までの大空位時代に皇帝権、王権は著しく衰退し、帝国の諸勢力に様々な特権を付与し、この時代から普遍的皇帝理念と現実の皇帝の政治権力の間にかなりの乖離が見られるようになった。 したがって、中世後期以降はその権限の及ぶ範囲はほぼ、現在のドイツとその周辺に限られるようにり、さらに皇帝の政策を見ても、帝国や皇帝権の利害よりは、自分の家門を強化することを重視するようになった。中世を通じて、国王選挙には、しばしば教皇や後には、外部の王権が介入することがあったが、1356年に、カール4世は、 金印直書を発して国王選挙に参与する選定校の地位を固定しその世襲を明確化した上で選挙によって選ばれた国王が直ちに皇帝としての権力を得ると定めることで皇帝権の自立性を高めたフリードリヒ三世の看板ながらも長い知性とマクシミリアン一世の多産な知性を経てカール五世が即位する頃には皇帝権が ハプスブルク家によって事実上摂取されることが明確となり、以後定位は1806年に皇帝が法的に消滅するまで、ハプスブルク家によってほぼ独占された。800年のカール大帝の大官により、フランク人の王権がカトリック教会と結びついた皇帝が出現した、フランクローマ皇帝。しかしこの皇帝権は帝国、フランク王国の分裂とともに、 実質的にイタリア王権にまで縮小し、10世紀初頭には早くも消滅した。962年に東フランク、現在のドイツの王と一世がイタリア王を兼ねた上でローマ皇帝に退官し、東フランク、現在のドイツイタリアに支配権を及ぼす皇帝権が復活した。皇帝は後にブルグント王も兼ねた。この皇帝権は、 フランス王権に対して支配を及ぼすことはできなかったが、優位を保つことはできた。リュードルフィング、アサコとザクセンアサ、あるいはオットー朝ウザーリアーチホーエンシュタウフェン朝の時代に皇帝権は絶頂を迎え、この時代は三王朝時代と呼ばれ特筆されている。ザクセンアサでは帝国イタリア、イタリア王国に対する皇帝の支配権が確立され、 東ローマ帝国に対して、現在のドイツに君臨する西方のローマ皇帝権が、制度として定着することが明確となった。法艦主タウフェン朝の断絶後、大空位時代の時期に、帝国の直轄領及び諸権利は著しく減少し、大空位時代直後のルドルフ一世も、国王くらいの世襲に失敗したために、以後歴代の国王は、主として、自身の家門所領に頼ることとなる。 したがって、ルドルフ一世以降の国王及び皇帝は、王権あるいは、帝権の強化より、自身の家紋勢力の拡大を政策目標とするようになり、家紋王権の時代が始まった。また、大空時代後には、フランス王権に対して、優位を維持することはもはやできなくなっていた。中世においては、皇帝と国王の間には明確な区別が存在し、がって、 帝権と王権の間にも基本的な相違が存在した。国王は一部族や複数部族単位の支配者に止まるが皇帝は世界全体を治めるものと考えられていた。行政文書の上でも国王統治年と皇帝統治年は13世紀までは明確に使い分けられていた。また初期には立法権が皇帝の特権と考えられており、 カロリング朝以前ゲルマン人の国王は基本的に立法行為を行っていない。カール大帝の司法改革も皇帝権を獲得することによって初めて可能であったと考えられる。帝国宝物とはローマ王、ドイツ王の帝国支配を正当化する一軍の宝物である。宝物は帝国剣票、帝国剣、宿典剣、帝国十字架など、 大漢式小族、和紙のダルマティカなどのダルマティカ、アルバ、ストラなど、帝国聖遺物、聖槍、聖十字架のかけら、聖ヨハネの葉などの三つに大別される。帝国宝物の所有が正当な国王の有力な根拠となるのは十世紀頃であると考えられ、十四世紀頃までには、いくつか追加も行われた。後には、帝国宝物は、 帝国と一体のものと考えられるようになり、単に帝国とも呼ばれた。アーヘン、後にはフランクフルトアムマインで行われる大冠式でこれらの宝物が新しい国王二条とされた。カール四世は帝国宝物保存のため、プラハ郊外にカールシュタイン城を建設しが、1423年になってジギスムントは帝国宝物の管理をニュルンベルク市に委ねた。 以降帝国宝物の大半はニュルンベルク市で保管され、アーヘンには聖、ステファンのブルサ、カール大帝の剣などが保管されていた。ナポレオンがドイツに侵攻すると、帝国宝物はレーゲンスブルクを経てウィーンに移された。ナチスドイツ時代のアンシュルス、1938年後には再びニュルンベルクに戻されたが、戦後になってウィーンに戻された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。